ジャゴケは、ゼニゴケ目ジャゴケ科に属するコケ類の一つ。表面が鱗を並べたように見えるのが特徴である。平たい洋状態を持つコケ類である。ゼニゴケ類は似た姿のものが多く、判別が難しいが、この種はその表面の模様がはっきりしており、類似種が少ないため、判別しやすいものである。和名は、ヘビコケの胃で、その葉状態の表面が鱗を並べたように見えるのを、 蛇の代表に見立てたものである。様々な場所に広く見られる。普通の銭ケより大柄でテカテカしており、透明にも独特である。他方、ほとんど柄を持たない、勇気たく成熟時に急に伸びる、メスタクなど、銭ケ類とは異なった特徴も多い。広範囲に分布するものを同一種と判断しているが、細分すべきとの判断もあるらしい。 扁平な養状体を作る苔類。養状体は幅1から2センチメートル、長さは3から15センチメートル、頻繁に二差分子をして、折り重なるように密な群落となって、気質表面を覆う。背面は強い艶があって緑色、古い部分は深緑で、時に赤みを帯びる。触るとかなりゴワゴワと硬い。その表面は、毛状のわずかな溝で、蜂の巣状に区切られている。 この区切りは中軸上では縦長に細長く、周辺ではより幅広い。この区切りは気質の区切りにあたるもので、それぞれの中央には気質孔がある。溝の部分は色も周囲より濃いので、はっきりと見える。新芽が出るときはその基部は大きくくびれる。洋状体表面の拡大気質孔はアーチ型、気質は一層で大きく、その底面からは 細胞列が多数立ち上がり、これを動解とという。その名の通りそれらの細胞は緑であるが、先端の細胞は透明でくちばし状になっている。養状体の裏面では、その中録がはっきりとわかる。これは、それに沿って臨辺が並んでいることと、そこに花恨が密生することによる。臨片は二列、互生して並び、はじめは透明で次第に褐色に色づき、先端には、 円形で紫を帯びる付属体がある。この列の間から多数の花根が出て植物体を固定している。臨片は中軸の先端部では表面に回って見えることもあり、その場合、表面の先端部に紫褐色の反転のように見える。なお、植物体に含まれる精油の成分のために手で揉むと松葉や松茸の匂いがする。無性生殖器官は特にない。 ゼニゴケ類では、無性芽を特別な構造で作る例が多く、禁煙なヒメジャゴケも無性芽を作るが、本種はそのようなものを生じない。もちろん養状体が分かれて増えることはあるが、それだけである。優性生殖については、私有遺体で、オスは有気宅、メスはメス帰宅を作る。それらは養状体の先端に作られる。有帰宅は無柄で、 洋状体の表面に乗ったような形で作られる。楕円型でやや盛り上がり、表面には細かな凹凸がある。メスキタクは円錐型で秋に形成されるが、春早くに成熟して、この時に長い柄を伸ばして立ち上がり、キノコのような姿となる。柄は白くて透明感があり、みずみずしい。その側面に一本の溝がある。先端のメスキタクは褐色。 円錐型で、先端は鈍く尖り、すぼめた傘のような形をしている。その傘の内側からは成熟した柵のほぼ全体が、はみ出す。柵は楕円型でマックロック表面は、滑らか、先端側から数個に裂け、中から胞子と玉糸が見えるようになる。胞子は、計70から90マイクロメートル、褐色から緑色を帯び、休形で表面には、大小2系の小突起が密生する。 玉糸は短め、太さは様々で3から5本の螺旋模様が入る。なお、玉糸の螺旋は一般に左巻きであるが、蛇ゴケのものは多くが、左巻きながら少し右巻きのものが混じる。これは口術の姫蛇ゴケとともに、苔類中の例外とされている。また、メスキタクが胞子の成熟時に急に伸びるのは全ゴケ目では、例外的で、普通は、はじめから、柄が伸びて、 そこで受精も行われる。またゼニゴケ科では、有機タクも柄がある。ちなみに、他のコケ類では、メスキタクでなく、柵そのもの、湿ったところに生える。きれいな小流の脇の岩の上、といったところによく見かける。人家周辺でも見られ、また平地からは高山帯にまで見られる。日本全国に分布し、国外では北半球に広く分布する。直接的な利害はない。 庭園などでは苔をめでる例もあるが、本種を含むゼニゴケ類は、そうじて可愛くないので嫌われる。この種は日本のみならず広い範囲で見られるが、それらを、どう一種とみなすかどうかには議論もあるらしい。現時点では普通は一種とみなされている。日本では、同じ族にも一種、ヒメジャゴケクローラがある。特徴は、ジャゴケに似るが、養生体の幅が2から3ミリメートルと、 はるかに小さいことや薄毛で光沢がなく柔らかく見えるなどの違いがある。秋になるとその縁に沿って多数の無償目を生じ、そのために縁がフリルのようになる。ジャゴ形状に普通種で都市部にも出現し、日本全国、東アジアからヒマラヤにかけて分布する。以下、特徴等は種として岩月、安藤による古木、P142 岩月、 P28 ありがとうございます。